日本は秋から冬へ、寒さが日ごと増していくと、食べ物も着るものも暖かさを求めるようになりますね。暖かい部屋であったかお鍋なんて最高じゃないですか。古くから電化製品や衣類で暖を取り、春を待ちわびているわけですが、中には日本独自のものもありますね。今回はカナダ人男性によるレトロブームで再び需要が高まっている反転についてのエピソードをご紹介します。暖かさが桁違い、日本式冬の温まり方。僕はカナダ人のオリバー、周囲には大の日本好きとして知られている。どうしてこんなにも日本が好きになったか、それはアニメだ。子供の頃から漫画を読んだり、アニメを見て過ごすのが好きだったが、日本のアニメに出会ってからというもの、拍車がかかってしまった。日本のアニメは世界観を重視している。意味不明なギャグアニメでもない限り、ストーリーの背景は徹底されているし、絵も美しい。中にはまるでアート作品のようなアニメまである。こんなに素晴らしいアニメを作り出す日本人は、一体どんな生活をしているのか、次第に気になるようになったんだ。あと日本のアニメにはよく食事シーンが出てくるんだけど、家族みんなで食卓を囲み、テーブルの上にはものすごい数のおかずが並んでいる。一つ一つは少量だけど品数が多い。彩りも鮮やか。美味しそうだし、栄養学に詳しくない僕でも健康的な食事であることはわかるんだ。カナダでも日本食は人気だから、多くの日本食レストランがある。どの料理も美味しいけれど、日本と全く同じ味付けかどうかはわからないだろう。もしかしたら日本食をカナダ人好みにアレンジしているのかもしれない。本当の日本食は日本でしか食べられないと思うんだ。ただでさえ日本食レストランは僕の住む地域からは離れた町にあるし、そう頻繁に行くことはできない。美味しい日本食が食べられて、日本をよく知ることができる手段。それは留学しかない。両親は前々から留学の話を持ちかけてくれていたんだけど、ヨーロッパを進める両親の話には気が乗らなかった。だから留学先として日本を提案してみたよ。まさか留学先で日本を提案されるとは思っていなかった両親も、治安の良さから OK してくれた。遠く離れた地に自分の子供を行かせるとなったら、治安はとても大事だからね。期間は1年間。日本語を学び、将来に役立てることを約束したよ。僕のホストファミリーは、都心から離れた地方に住んでいた。生活に不便がない程度に賑わっていたし、自然も豊か。アニメで見た日本が目の前に広がっていたよ。ホストファミリーの家族は、おじいちゃんとおばあちゃん、パパとママ、そして飼い犬が1匹。子供たちは遠くで暮らしているらしい。だからみんな僕のことを本当の息子のように可愛がってくれたんだ。学校には毎日ホストママが作ってくれるお弁当を持って行った。日本のお弁当は冷めても美味しいんだ。それにサンドイッチやホットドッグのように単純なものではなく、お弁当箱に煮物や焼き物、野菜などたくさんのおかずがぎっしり詰まっている。おにぎりの中身も毎日違っていて、毎日食べるのが楽しみだったよ。僕のお気に入りは鮭。でもそれを言ったら鮭ばかりになるんじゃないかと思って、しばらくは黙っていたけどね。何が出てくるかっていう毎日の楽しみの方が重要だったんだ。パパとママは働いていて、朝食はママが作り、夕食はおばあちゃんが作っていた。おばあちゃんの料理は僕が思い描いていたような日本食だったよ。ママの料理も最高に美味しいんだけど、おばあちゃんの作る料理はとっても素朴なのに美味しい。初めての日本なのにどこか懐かしい味なんだ。確かにカナダの日本食レストランで食べたことがある料理なのに、やっぱり味は違っていた。使われている調味料にも違いがあるのかもしれない。
おばあちゃんはいつも田舎料理で申し訳ないって僕に言っていたけど、僕は本当におばあちゃんの作る料理が好きだったんだ。日本でできた友達と一緒に居酒屋にも行ったことがあるけど、確かに居酒屋は料理の種類も豊富だった。でもおばあちゃんの料理の方には優しさがあったんだよね。おかげで僕はますます日本が大好きになったんだ。冬が近づいたある日曜日、パパとおじいちゃんが朝から居間で作業をしていた。僕も何か手伝うことがないだろうかと思って眺めていたんだけど、見たこともないものを組み立てていたんだ。それまで居間の中央にあったテーブルはどこかへ片付けられていた。代わりにまた別のテーブルを組み立てている。別に古くもなかったのに買い替えたんだろうかと思っていると、ママが両手に布団を抱えてきたんだ。作業を見守っているおばあちゃんの隣で同じように作業を眺めている僕に、おばあちゃんは、あれはね、こたつっていうの、とってもあったかいからもう少しだけ待ってねって言ってきたんだ。こたつ、日本のアニメで見た気がする。実物がホストファミリーの家にあるなんて感激したよ。組み立てたテーブルの板と足の間にママが持ってきた布団を挟み込むと、こたつが完成した。おばあちゃんがスイッチを入れ、ほら、座って中に足を入れてごらん、と僕に言ってきた。布団をめくって中を覗き込むと、テーブルの中央にヒーターがついていた。おばあちゃんに言われた通り、座って足を突っ込んでみると、じわじわと暖かさが伝わってきたんだ。日本の冬はやっぱりこたつよね。そうママは言っていた。ママが言うには、最近はとてもおしゃれなこたつが販売されているらしい。おしゃれな部屋にも似合うようなデザインだと言っていたが、ホストファミリーの家にあるこたつは古くからある形なんだそうだ。満足げにこたつを堪能する僕に、おじいちゃんが、そのまま寝てしまうと汗をかきすぎて風邪をひくからな、気をつけるんだよ、と言ってくれた。確かにこんなに暖かいといつの間にか寝てしまいそうだ。まあこたつでうとうとするのが最高に気持ちいいんだけどな、と笑っていた。風邪をひかない程度にうとうとしてみたい。最高の気持ちよさを味わいたかったんだよ。今にこたつが置かれてからというもの、これまで与えてもらった部屋で過ごすよりも、ずっと多くの時間を今で過ごすようになった。もちろん与えてもらった部屋にも暖房器具は備え付けられているけれど、今にあるこたつの方がはるかに魅力的だったんだ。おじいちゃんは本を読むのが趣味で、いつもこたつで本を読んでいた。僕はおじいちゃんの向かい側で勉強したり本を読んだり。すると時々おばあちゃんがおやつやお茶を持ってきてくれる。とても穏やかで充実した毎日だったよ。ある日いつものようにこたつで本を読んでいたら、ふわりと肩にかけられたんだ。なんだろうと思ったら、とても柔らかいジャケットのようなものだった。おばあちゃんは、これね、反転っていうのよ。日本では寒くなると着るんだけどね。最近の人はあまり好まないみたいでね。でも家の中で誰に見られるわけでもないし、あったかい方がいいでしょ？笑いながらそう言った。それを見ていたおじいちゃんは隣の部屋へ行き、戻ってきた時には僕のとは違うデザインの反転を着ていた。お揃いだ、と笑うおじいちゃんに、僕は嬉しくなって反転に袖を通した。コットン素材でどうやら中には綿が入っているようだ。とても暖かい。反転を着てこたつに入っていると、猛烈な睡魔が襲ってくる。でも寒い冬の過ごし方としては最高だと思ったよ。その時僕はいいことを思いついたんだ。カナダのおばあちゃんも寒がりだから、反転を送ったら喜んでくれるんじゃないかってね。翌日、おばあちゃんと一緒に買い物へ行き、日本に古くから伝わるという柄の反転を買ってカナダに送ったんだ。喜んでくれるといいわね、とおばあちゃんは言ってくれたけど、
予想をはるかに上回る反応があったんだよ。一週間後、ママから送られてきたメールには、僕が送った斑点を着て上機嫌なおばあちゃんの写真が添えられていた。とても気に入ってくれたらしい。ママも借りてきてみたらしく、とても温かいと大絶賛だった。その上、家族全員分送ってほしいって言うんだ。カナダの冬も寒いし、斑点は重宝するからね。斑点は寒い時期にしか売られていないようだったから、急いで他の家族分も買って送ったよ。カナダに帰ってからは、冬になると家族みんな斑点愛用者になった。僕は日本のおばあちゃんがくれた斑点を着ている。これを着ると、おばあちゃんの料理が恋しくなってしまうんだけどね。インターネットでも斑点は買えるけれど、日本でたくさん並ぶ中から選ぶ楽しさには勝てない。カナダに帰ってだいぶ経つけれど、日本の空気がとても恋しい。生まれ育った国は何をするにも不自由なく過ごせるけれど、日本の優しさがとても懐かしいんだ。いつかまた日本のおじいちゃんやおばあちゃんが元気なうちに遊びに行こうと思ってる。今度はカナダからお土産を持っていかなきゃいけないね。待っててね、ホストファミリーのみんな。海外の反応。日本は室内コートにまで文化を取り入れているんだね。僕も日本で数年過ごしたことがあるけれど、日本には様々な服があるんだ。伝統服っていうのかな。たくさん種類があるから、海外のお土産に最適なんだよ。斑点は室内用のダウンジャケットといった位置づけかな。家の中は暖房があるじゃないかと思うかもしれないけれど、斑点を着る気持ちよさはレベル違いさ。斑点は生活しやすいように作られているみたいだ。使いやすい位置にポケットがあったり、かさばらないようになるべくフィットしてくれる。古き良き日本文化。私も子供の頃は母や祖母が斑点を用意してくれたものです。懐かしく思い出され、心が温かくなりました。最近ではかなりおしゃれな斑点も売られていますね。色も思いのほか奇抜なものがあったりして、時代の流れを感じます。皆さんも家にいるときは、のんびりまったりとした斑点生活なんていかがですか？それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。日本では四季折々の美しい景色を楽しむことができますね。中でも日本の雪景色は、海外の寒い地域の景色とも少し違う趣があり、世界中から愛されています。今回のお話は、そんな日本の雪景色を見て感動したという、ある国の女性のエピソードです。彼女は一体、日本のどこの地域の雪景色に感動したのでしょうか。では早速ご覧ください。日本人は冬を楽しむ達人。こんにちは。私はオーストラリアで様々な風景を撮影した動画を YouTube にアップしているのよ。オーストラリアは雪が降らないから特に雪景色が好きなの。今までにカナダやノルウェーなど寒い国に行ってたくさんの動画を撮影したわ。その様子をアップするたびにとてもたくさんのコメントを世界中からもらうのよ。コメントを見て世界中の人たちとつながるのも楽しいし、何より実際に美しい風景を見られるのは私にとってとても大切な時間なの。そのために普段頑張って働いていると言ってもいいくらいね。今年は日本の雪景色を撮影しようと思っていろいろ調べたわ。行き先に決めたのは岐阜県。白川郷の合掌造りの家々に雪が積もる光景をこの目で見てみたかったの。岐阜に降り立つと柔らかい雪がしんしんと降っていたわ。道路も雪に覆われていて、雪かきをしている男性をいろいろなところで見かけて驚いたの。日本では雪かきは個人で行っているのね。カナダやノルウェーでも雪かきをする人を見たけど、自宅の玄関前を少しやるくらいで、
公道の雪かきは自治体の車が機械でやっていたわ。だから毎日雪かきをすることができなくて、道路にもたくさんの雪が放置されているのが当たり前だったの。でも日本では個人の家の前はもちろん、通行人が通る歩道や車が出入りする角まで個人の人が専用の大きなスコップで雪かきをしているのね。時折通りかかる通行人と雪かきをしている人が挨拶を交わしていて、通行人がありがとうと言っているのが聞こえて、とても微笑ましいと思ったのよ。日本人には助け合いの精神が根付いているし、すっとありがとうという言葉が出てくるのも素敵なことよね。私は電車に乗って白川郷まで向かうことにしたの。白川郷に着いた途端、目の前に広がる光景に私は感動してしまったわ。一面の雪景色の中、三角のかやぶき屋根に積もる雪と、その下に黒い壁と四角い小さな窓が見えて、本当に幻想的な世界だったの。私が着いたのは夕方だったんだけど、しばらく景色を楽しんでいると、次第に辺りが暗くなっていった。すると、ぽつりぽつりと明かりが灯り始めて、まるでおとぎの国のような景色に変化していったのよ。私は感動で体が震えてしまったわ。これは決して寒いからではないはずよ。こんなにも美しい光景が現実のものだなんて信じられないくらい。夕方から夜にかけて明かりが灯っていく幻想的な光景を動画で撮影できたことは、この旅の一番の収穫になったわ。次の日、私は同じ岐阜県にある滝を見に行くことにした。そこは気温が氷点下になることで滝が凍ってしまう場所で、氷瀑と呼ばれているそうよ。私が平湯温泉にある樽間の滝に行くと、とても幻想的な世界が広がっていたの。高さ40メートルの岩間を流れ落ちる滝が、夜になると色とりどりにライトアップされて、妖艶な美しさを見せていたわ。まるで氷柱の要塞のようね。流れ落ちる水のエネルギーを閉じ込めた極寒の風景は、時が止まったかのようだわ。まるで静寂の空間に入り込んでしまったかのような感覚になったの。周りの木々は氷のオブジェのようになっていた。毎日木々に水をかけて凍らせる作業を続けていくと、木が氷のオブジェのようになっていくそうなの。毎日繰り返し水をかける作業はとても根気のいることよね。日本人は観光客に楽しんでもらうための努力なら全然惜しまないってことなのね。しかも、この樽間の滝の氷のオブジェでは、温かい飲み物を注文できるサービスがあるのよ。私は早速温かいコーヒーを注文したわ。こんなに寒いところで、妖艶にライトアップされた滝を見ながら飲む温かいコーヒーは、固まった体がほぐれていくようで最高だったわ。その近くには、モズモの社と呼ばれている神社があって、良縁を祈願するご縁札をお供えすることができるそうなの。私も一枚ご縁札を購入して願いを込めてお供えしたのよ。日本は水のあるところに神社があって、願いを込めて祈れるようになっている場所がたくさんあるわよね。昔から八百万の神という日本独特の文化があって、どこにでも神様が宿っているんですって。だからこの滝にも神様がいて、みんなの良縁を願ってくれているってことなのね。他にも秋神温泉には標高1026メートルのところに氷点下の森と呼ばれる広い敷地に氷の森があるそうよ。そこは標高も高いからマイナス10度以下の厳しい寒さになるんですって。しかもそれを利用して凍るシャボン玉が見られるのよ。私はここでもとても美しい日本の冬景色を動画に撮ることができたの。
旅館に戻って寒さで縮こまってしまった体で温かい温泉に入ると本当に生き返るようで癒されたのよ。私は露天風呂で綺麗な星空を眺めながら日本の美しい冬の風景を思い出していたの。日本人はありのままの自然を残しながらもそこに人の手を加えてより一層美しくする工夫を惜しまないのね。他の国にはありのままの大自然を感じられる場所がたくさんあるけど、日本のように工夫をして冬の景色をより一層楽しめるようにしている国は少ないんじゃないかしら。私は露天風呂を上がって部屋に戻るとちょっと調べてみることにしたのよ。すると日本には寒い冬を楽しむための工夫がいろいろな場所でされていることが分かったのよ。私が一番気になったのはこたつ列車ね。これは三陸鉄道の名物で毎年冬になると運行しているそうよ。私はせっかく日本まで来たんだから乗ってみたいと思って予約したわ。岐阜からは随分遠いけど行ってみる価値はあると思ってね。三陸海岸の海は風が強くて雪が舞っているように見えたわ。こたつ列車は和と洋の2種類あるみたいだけど、私が予約したのはもちろん和よ。電車の到着まで待っているだけで凍えそうだったけど、電車の中に置かれたこたつに入った途端、ふわっと優しい暖かさに包まれて幸せを感じてしまったの。電車が発車すると、窓からはとても美しい景色が見えて、それだけでもここまで来た甲斐があったって思ったのよ。でも本当のお楽しみはここからね。予約しておいたお弁当を広げると、中には三陸名物のウニやアワビ、ホタテなどがどっさりと入っていて、とても美味しかったわ。こんな美味しいお弁当が電車の中で、しかもこたつに入って温まりながら食べられるなんて、本当に日本人の発想には驚かされるわ。私がお弁当と景色を堪能していると、どこからか和太鼓の音が聞こえてきたの。周りの人たちもざわめき始めて、振り返ってみるとあまりの迫力に驚愕してしまったのよ。なんと大きな赤鬼と青鬼が現れたの。迫力満点で思わず大きな声を出してしまったほどよ。この鬼たちはナモミと呼ばれていて、岩手県の伝統文化の一つなんですって。とても縁起がいいそうだから、私も少し触らせてもらったのよ。無病息災や子供の成長を願う伝統行事のナモミに触ったってことは、私も無病息災で元気に今回の日本の旅を終えることができそうだわ。日本は美しい冬の景色が楽しめるだけじゃないのね。日本人は冬を楽しむ達人なのよ。今回の旅では行けなかった日本の他の地域にもぜひ行ってみたいと思ったのよ。私はオーストラリアに戻るとたくさん撮影した日本の美しい冬の景色を YouTube にアップしたの。すると世界中から絶賛のコメントがとてもたくさん寄せられたのよ。ここで一部をご紹介するわ。海外の反応。もう日本の冬景色を見た後に旅先をどこにするなんて聞かれても決まっちゃってるよ。日本以外考えられない。日本には四季折々の美しさがあって、いつでも綺麗だからね。年中いつ日本へ行っても最高だ。日本の冬がこんなにクールでイケてるなんて知らなかったよ。寒いのが冬なのに、温まるための工夫が魅力的なんてさすが日本人だ。僕は夏が一番好きなはずなのに、こんなにも美しい日本の冬を知ってしまったら、行きたくてたまらなくなったよ。しかも冬は日本の寿司が最高に美味しくなる季節なんだろ。行かない理由が見つからない。僕が日本へ行ったのは桜の季節だった。とても美しかったよ。でも冬の日本も美しいんだね。一年に何度も日本へ行って、すべての季節を見てみたくなったな。
日本はなんて美しい国なんだ。伝統文化も魅力的だし、変わりゆく季節を感じられるのも日本ならではだね。日本の冬はまるで絵画のようじゃないか。こんなアートが日常の風景だなんて、日本人が羨ましいよ。妖艶な氷瀑のライトアップは僕も見たことがあるよ。ミステリアスな雰囲気があって、心が落ち着く効果があるみたいだった。大好きな日本にまた行きたいよ。美味しいものも食べられて、日本は楽園のようだからね。どうしよう、日本に恋をしてしまったようだ。今すぐにでも行きたいよ。たくさんの海外の人たちが日本の美しさを称賛してくれていましたね。日本食だけでなく、日本には四季折々の美しい風景がありますし、それぞれの季節には地域に根付いた様々な文化がありますよね。もっとたくさんの海外の方に日本へ来てもらって体験してほしいものです。そしてこの美しい日本をこれからも守り続けていきたいですね。この動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄にどんどん書き込んでくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。日本と台湾は距離も近く、互いの国のイメージも友好的なものです。台湾が日本の国の印象について発表した調査結果によると、台湾人の 80% 以上が日本にいい印象を持っていると答えているそうですよ。2023年の2月の時点で、訪日外国人の国別の数では、韓国が1位で2位が中国、そして台湾が3位にランクインしています。台湾人が訪日して行きたいところとして挙げている人気の観光地名ランキングでは、1位大阪、2位京都、3位富士山、また、日本の都道府県ランキングでは1位北海道となっているんですね。今回紹介するのは、ある台湾人が日本人から受けたある行動についてのエピソードです。道で迷っていた僕を助けてくれた日本人。こんにちは、僕はバイユー、台湾人だよ。高雄の大学の学生なんだ。大学では歴史学の研究をしているよ。様々な国の歴史を研究しているんだけれど、特に日本の歴史に興味を持って研究している。そして、1ヶ月ほど前に日本に行って、いろいろなことを経験したんだ。その時の経験を紹介するよ。僕が住んでいる高雄は、台湾では台湾にある市の中で面積が一番広いんだ。人口は約270万人くらいで、経済規模では首都の台北の次なんだ。僕は日本の歴史を研究しているから、日本が台湾を統治していたことも知ってるよ。日清戦争後の1895年から第二次世界大戦が終わった1945年まで、日本は台湾を統治していたんだ。今は台湾と日本の関係はすごく友好的だよね。2011年に日本で発生した東日本大震災の時に、台湾は日本に多額の支援金を送った。そして、その支援金は多くの地震の被災者のために使われたんだ。では、なぜ台湾は日本にこれほどの支援をしたのかというと、1999年に台湾でも大地震が起こって、その時に日本が救援隊を台湾に送って支援したからなんだよ。今回の訪日は、日本の歴史の中で僕が一番興味を持っている安土桃山時代のことを調べるためだったんだ。安土桃山時代で有名なのは織田信長と豊臣秀吉だよね。僕は豊臣秀吉が好きなんだ。織田信長は激しすぎてついていけないよ。秀吉は晩年はちょっとおかしな行動をしてしまったけれど、生涯を通して調整型の経営者タイプの人物だったと思うんだ。今でも秀吉から学ぶものは結構あると思っているよ。秀吉といえば大阪城だよね。それに伏見桃山城。大阪城は大阪、伏見桃山城は京都。大阪と京都は台湾では人気の観光地名ランキングの1位と2位の場所なんだ。研究で人気の両都市に行けるなんて、僕はすごくテンションが上がってしまったよ。僕は研究の資料を揃えて日本に向かった。
高雄から大阪の関空まで約3時間ほどで着いたよ。関空は広くて、どこも綺麗で活気のある空港だった。日本の空港は綺麗だって聞いていたけれど、想像以上だったよ。ホテルへは電車で行ったんだ。日本の電車は時刻表通りに来ることは僕も知っていたよ。でも本当に時刻表通りに、しかも1分も遅れずに来た時は感動したな。台湾の鉄道は5分ほど遅れることが結構あるんだ。日本の電車は時刻表通りに来るだけではなく、車内も綺麗で静かだった。日本以外の外国にはいくつか行ったことがあるけれど、電車の中がこんなに静かな国はなかったな。大阪のホテルに着いてすぐに街に出たよ。大阪の繁華街の中でも特に有名な南という場所だったから、人も店も多くてウキウキした気分で歩いていたんだ。大阪の街の様子は SNS で確認していたから、初めて来たような気がしなかったよ。歩くだけで楽しくて夢中で歩いていて、ふっと気づいたら今どこにいるのかわからなくなってしまったんだ。スマホの位置情報でどこにいるのか確認しようと思ったんだけれど、うまく反応しなくて、その場にうずくまりそうになってしまったよ。明日からは研究が始まるので、日本語の通訳がついてくれるけれど、今日は前日なので僕は一人だったんだ。少し街を歩いて帰ろうって思っていたのに、SNS で南の街を見ていたので、知っている場所って勘違いしてしまったのかな。少し歩いて元来た道に戻ろうと思ったけれど、歩けば歩くほど迷ってしまうって感じだった。歩いている人に聞こうにも日本語は話せないし、英語もそれほど得意ではなかったんだ。覚悟を決めて知っている英語を使ってホテルに電話をかけようと思った時だったよ。僕がかなり困っているように見えたのか、サラリーマン風の男性が声をかけてくれたんだ。僕の雰囲気で彼は僕を日本人ではないって思ったんだね。何かお困りですかって彼はゆっくりした英語で言ったよ。僕は彼の外見と物腰から悪い人間ではないと思ったんだ。だから僕は台湾から来ましたって拙い英語で何とか言ったよ。よく来てくれました。それでどうしました?と彼は言ってくれた。僕はホテルへ帰る道がわからなくなってと言ったんだ。彼は僕にホテルの名前を聞くとすぐに連れて行ってくれたよ。そして僕がお礼を言うと、彼はだってあなたはあの時相当困ってたでしょ。今にもその場でしゃがみそうになっていましたよね。って言ったんだ。彼にそう言われて、僕はあの時の呆然としてしまった気持ちを思い出したよ。そして彼は、あなたが台湾から来たって分かった時、助けないとと思ったんです。と言ったんだ。さらに、あなたの国は日本の最大の危機を救ってくれました。日本人はそのことを忘れていませんよ。と言って笑ったよ。彼が言ってる台湾が日本を救ったというのは、日本で大地震が起こった時、台湾が支援したことを指しているんだね。僕は彼に、日本も僕の国を助けてくれましたよ。と言ってたよ。以前台湾でも大地震があって、その時に日本は救援隊を台湾に派遣してくれたんだ。僕は拙い英語だったけれど、彼には何とか伝わってほしいという気持ちが上回ったのか、その時お互いに言っていることが理解できた。一瞬だったけれど、なんか奇跡のような瞬間を彼と共有できたような気がしたよ。全然知らない異国人同士がこんな気持ちになるなんて。僕は日本に来てまだ数時間しか経っていないのに、こんな経験をするなんて、やっぱり奇跡だって思えたよ。彼は、日本人の誰もがあなたの訪日を歓迎しますよと言って、最高の笑顔を見せて去っていった。僕はその夜はなかなか眠れなかったよ。初めての日本で奇跡のような体験をして興奮していたんだ。次の日は大学の歴史研究所に行った。そこで安土桃山時代の研究のアドバイスをしてもらうんだ。少し寝不足だったけれど、気兼ねなく母国語で話せるので、すごくリラックスした気分で過ごせたよ。通訳の人は女性だった。彼女は僕の言葉を完璧に訳して伝えてくれた。だからとてもスムーズに意思の疎通が図れたよ。研究所の教授も丁寧に説明してくれた。僕はすごく歓迎されてるんだって思ったんだ。昨日サラリーマン風の彼が言った、日本人の誰もがあなたの訪日を歓迎しますよという言葉を思い出したよ。
あのサラリーマン風の彼の取った行動を日本では気遣いって言うんだね。僕はホテルの部屋で日本人の気遣いについて検索してみたんだ。まず最初に出てきたのが気遣いの意味だった。気遣いには2つの意味があるんだね。1つ目は行動で助けたり言葉で助けたりして相手のことを気遣うことで、こう社会的気遣いって言うんだ。これはサラリーマン風の彼が僕にしてくれたことだよね。もう1つは相手にとって都合が悪いと思っていることは言わない、あえて距離を置く、そっとしておくなどの行為をすることで、これは抑制的気遣いというものなんだ。これは分かっていてもつい相手にとって都合が悪いと思っていることを言ってしまうよね。考えてみたら僕も今まで何度も経験していることだって思った。僕は日本人の気遣いを経験して、この2つの気遣いは本当に必要なことだと思ったよ。日本の礼儀作法の歴史、文化についてというのもあった。日本の歴史を研究している僕としてはすごく興味の湧く内容だったよ。日本のマナーや礼儀の基本は日本人が子供の頃から教えられている、他人に対して常識のある行動というものを指しているんだ。他人に対して常識のある行動とは、初対面の人には敬語を使う、挨拶は目を見てきちんとする、親切にされたらお礼をしっかり伝えるなどで、お互いに社会生活を円滑に進ませるためのルールを守った行動のことを言っているんだ。このことから日本のマナーや礼儀の特徴は行動だけではなくて他人への気持ちに重点が置かれているということなんだね。ここからは日本の礼儀の歴史を少し紹介するよ。まず聖徳太子が出てきた。聖徳太子は日本の歴史を研究している身にとってはすごく重要な人物だからよく知っているよ。聖徳太子が定めたと言われている17条の憲法の中に、当時の貴族階級に向けての道徳や心がけについて書かれている部分があるんだ。これが日本のマナーや礼儀に関して言及された最初なんだって。その後時代を経て明治時代になって、政府が学校教育を通して国民に礼儀作法の指導を始めるようになったんだ。家庭での礼儀作法は親から子供へと伝わっていったんだね。日本人が身につけている礼儀作法は聖徳太子の時代から現代まで面々と伝わっているものなんだ。日本人の礼儀正しさにコメントが寄せられていたよ。日本はとても好きな国だよ。日本人は礼儀正しいし、ご飯は美味しいし、街は綺麗だし、すべてが良かったよ。またぜひ行きたいな。日本人はとても礼儀が良く、常識のある人たちだよ。数年間日本に住んでたわ。日本人は自分たちの文化と見ず知らずの他人に敬意を払っているように思うわ。私の国も日本と同じような価値観があればいいのにって思ったわ。日本人は働き者で礼儀正しく、しかも面白い国民よ。夫が日本人で23年日本に住んでるわ。日本の文化や習慣になんとか慣れてきた。私の上司は毎朝顔を合わせるとお辞儀をしてくれるの。日本では挨拶や感謝を表すときはお辞儀をするのね。僕は仕事柄いろんな国の人と関わりを持つけれど、日本人が一番だ。東京と大阪を旅行したとき、日本人の優しさには驚かされたよ。いろいろと親切にしてくれたし、日本で一番良くない態度をとっていたのは僕と同じアメリカ人だった。大いに反省したな。日本に住んでみたい。とても文化的で住みやすそうだから。ほとんどが日本の礼儀正しさや日本の住みやすさを褒める投稿だった。台湾と日本はかつて日本が台湾を統治するという歴史上の出来事があったけれど、日本の統治によって台湾の交通や金融などのインフラが統治下で行われ、台湾のその後の発展の基礎になったという面もあるんだね。第二次世界大戦後は一時は台湾と日本は国交を回復したけれど、日本が中国と国交を回復したことで台湾と日本の外交関係は解消されてしまった。でも民間レベルではお互いに積極的に交流は続いていて、とても友好的な関係なんだ。台湾と日本は貿易でもお互いに欠かせない相手なんだよ。台湾にとって
日本は輸入の相手国としては2位、輸出の相手国としては4位なんだ。最近もワクチンに関することで、日本政府がワクチン124万回分を台湾に無償で提供してくれたということがあった。その際に台湾の蔡英文総統が日本に対する感謝の意を表明したんだ。その表明の冒頭で、同じ信念を持つ人々はより助け合う必要があるって書き込まれていたんだよ。さらに自由と民主の価値観を堅持するパートナーからのいいタイミングの援助だと言って日本の援助を歓迎したんだね。この日本の援助に対して台湾の SNS に、日本こそ真の友人だ、感動したなど溢れるくらいのコメントが寄せられたんだ。この援助について日本政府は、東日本大震災の時、台湾の方々から多くの義援金を送ってもらった、台湾との友情を踏まえた提供だと発表した。これはまさに僕が大阪の南でサラリーマン風の男性に助けてもらった精神と同じだね。僕は、あなたの国は日本の最大の危機を救ってくれました。日本人はそのことを忘れていませんよ。日本人の誰もがあなたの訪日を歓迎しますよと彼が言ったことをまた思い出した。異国の地でこんな言葉をかけられるなんて、国と国の関係は国民同士の関係にも及ぶんだっていうことを身に染みて思ったよ。僕はすっかりいい気分になって、訪日の本来の目的の安土桃山時代の研究に没頭したんだ。大阪城、伏見桃山城、そして安土城跡にも足を伸ばしたよ。安土城跡は滋賀県にあるんだ。安土城跡までは京都から快速という電車で行ったんだけれど、車内の雰囲気も座席もとても快適だったよ。僕は日本にいる間にしっかり研究した資料を持って台湾に帰ったんだ。資料を整理しながら僕は大阪の南で経験したことを SNS に書き込んでみたくなった。そして実際にアップしたところ、たくさんのコメントが寄せられたんだ。そのコメントを紹介するよ。いや、読んだら目が真っ赤になったよ。すごく温かい話だね。以前日本に行った時、民宿を探す途中で道に迷ってしまったんだ。地図を見ながら民宿を探していると、通りがかりの人が何か手伝いましょうかと声をかけてくれて、詳しく民宿への道順を教えてくれたよ。大阪にも親切な人がいるんだね。東京に行った時、道に迷ったことがあったの。お母さんと娘さんが地下鉄まで送ってくれたわ。とても助かった。ありがとうございました。今年日本に行ったら、日本人のおじさんが来て感謝を伝えてくれたよ。そして、高尾も頑張れって言ってくれた。あれからもう何年も経ってるのにね、すごく申し訳ないって思ったわ。京都で日本人の女性に道を聞いたことがあったの。その人はあまり英語が得意ではなかったけれど、一生懸命に伝えようとしてくれたわ。路地裏を歩いていた時、見た目からして悪そうな男の人とその友達がサッカーをしていたんだ。彼らのボールが僕たちの足元に転がってきたので、ボールを拾って返してやったら、深々とお辞儀をして、ありがとうございましたって言ってくれたよ。本当に日本人って礼儀正しいよね。以前友人と日本に行った時、ホテルの最寄りの駅に着いたんだけれど、すでに夜の9時を回っていたんだ。ホテルがなかなか見つからず困っていると、日本人の男性と出会い、その人はホテルを探して僕たちを連れて行ってくれたよ。しかも僕たちのスーツケースまで運んでくれた。でも彼の家はホテルとは反対の方向にあったんだ。とても感動したよ。今年大阪に行った時、探しているものがあったので、日本人の女の子2人に尋ねたことがあったの。彼女たちは一緒に何軒もの店を探してくれたわ。でも結局見つからなかったの。最後までもっと探そうかって言ってくれたわ。本当にありがたかった。私も何人もの親切な日本人に会いました。温かい話ですね。俺も目が真っ赤になった。まさに対日友好だね。まだまだコメントはあるんだけれど、僕の経験にこんなに反応してくれてとても嬉しかったよ。バイユーさんは日本人からすでに何年も経っている出来事で
感謝されたことにとても感動したようです。また、その経験に対して共感の声がたくさん寄せられたことにも感動しました。バイユーさん、日本人はあなたの国がしてくれたことは、この先何年経っても忘れないと思いますよ。また研究で日本に来てくださいね。